本語はここに完了を感じるでしょ。だから接続法を完了形にしているわけ。De quelle fleur de la part de ses enfants。うちの母親っていうのは非常に毎年、まあ非常に喜んでいる。何も一切影響を受けないのが接続法ということです。接続法って現在のものでそうですね。Qui l'est écrit?Le dernier もこれは only one ですからね。Qui l'est écrit? ネイティブどうかな?が使えたらネイティブを超えているということです。フランス人だからベルギー人だから接続法複合形で語る癖をつこの後ろの関係代名詞説は理論的には理屈上は文法的には接続法に木をてらわないで使ってみるとそれがかっこいいですよということです。ネイティブみんなやっていることですからね。僕たちが接続法に J'ai jamais mangé という表現は今まで食べたことがないほどに最高に美味しいガレットだと言っているわけですね。食べたことがないほどにです。過去の話の中が普通の直接法現在形ではありえないので、でもね、過去の話は過去の中でしましょう。現在形、接続法、過去形。僕の、まあ、分類で言うと、接続法単純形と接続法複合形しかうと、そういうややこしいことは、まあ、避けることができますよ。ちょっと素直に使ってみるとかっこよくないですか？皆さんの努力です。努力という言葉はあまり好きではないけど、皆さんがいかに時間を使って楽しく身につけるか、そしてそこに活用の皆さん少しずつ確信を持っていただければと思います。まあ、皆さんからの最後のですね、コメントを読みながらそろそろおしまいにしたいと思います。